カリフォルニア在住の映画評論家町山智博さんに海外の映画やカルチャーを語っていただくアメリカ流れ物のコーナーです。町山さん。はい、どうも町山です。よろしくお願いします。今週もよろしくお願いします。はい、先週は山田太一さんの原作映画をリメイクして、人間の孤独や愛の本質を描いた偉人たちという映画をご紹介いただきました。はい、デカミちゃんも、はい、私石山も見てまいりました。うん、あ、いかがでした？いや、もうポロポロと涙がこぼれちゃいましたね。すごくいい映画でよかったですよね。なんかこう、まあ、この後ね見られる方もいると思うんであれですけど、結末をどう取るかはすごい人によるのかなと思ったんですけど、なんか私がこう一人の人間としてめちゃくちゃこう作品から考えたのは、なんか将来的にもしかしたら、まあ、子供とかね家族が増えたりするのかなって考える時があるんですけど、そういう子供がなんかこう何にせよね、なんか社会的にマイノリティって立場の時に、その社会をそれまでに変えておかなきゃいけないなっていうのもなんかすごく思いましたし、なんか自分もやっぱり両親生きてますけど、なんか言えてない話とかってあるから、なんかそういうこう親子についてとかもなんかとてもね、こうなんだろうな、思い馳せてしまうというか、でもこう切なさ一辺倒じゃないところもすごくいいなと思いましたね。人間としてのこうなんだろうな、罪深さみたいな部分とかもすごい感じたし、ちょっとどんでん返しがありましたね。はい、そうですね。はい、私もあの偉人たちは、大林信彦監督版の偉人たちとの夏と、はい、おっと、ちょっと、あら、お、今失礼いたしました。失礼しました。あら、何か、あらら、すいません、こちらの通信状況に何か、通信状況がちょっと、あれ、え、あ、僕普通に見えてますけど。あ、本当ですか。さん見えてた。じゃあすいません、ちょっとコネクト側の、すいません、パソコンのあれが今失礼いたしました。はい、大丈夫です。はい、あの大林信彦監督の偉人たちとの夏とこう見比べる形で見てみたんですが、その引用されたセリフとか、こう印象的に向かい合う構図の照明のイメージとか、あ、こういうところを参照されているんだなと思いながら、この、アンドリュー・ヘイ監督の、偉人たちはなんかこうよりこう現代的に染みる作品、そしてショッピングモールのシーンで私は大号泣してしまいました。めちゃくちゃわかる。あ、何気ないんですけど ね、 ね、あの片岡鶴太郎さん版だと、はいはい、あの浅草の料亭になって 今半に行くんですよ。そうなんです、すき焼きを食べに、ね、そう、いや僕もね実は母親がね、はい、そうか、あれは母親の還暦のお祝いの時に今半で人形町の方でね、まあ、食事をしたんでね、はい、まあ、非常に、まあ、母はないんですけども今はね、あのすごくあの映画は、あ、うちもやったと思って、今半で東京にいると、こうなんていうか親に孝行するっていうのを、はい、今半に親を連れてくっていうのはあるんですよ、一種の伝統みたいな、そうなんですね、江戸っ子の、そう、だからねすごい思い出したです ね、はい、これちょっとぜひ見ていただきたい作品だなと思いますね。ね、アンドリュー・ヘイ、はい、あんなね、なんていうか東京の下町の話をあのイギリスの話に置き換えて大丈夫なのかと思いましたけど、ねえ、ちゃんとできるとこは、はい、うんうん、まあ、のまだ原作映画見れてないんですけど、なんかこれを機に、なんか名画座とかでやんないかなと思って、ちょっと待って見てます。うん、あ、今ね、やりそうですよ、やってんのかな。ね、あっと、確かどっか配信の方ですごく、あの、廉価で100円ぐらいで、ね、そうそう、配信はされてるみたいで。私も配信で、U-NEXT で。ね、拝見しました。はい、はい、ですけどね、なんかせっかくだったらちょっと見たいな、そうですね、大きな画面でね、そうですね、はい、あの片岡鶴太郎さんはね、あれでいきなり抜擢されて俳優になってったんですよ。いや、それがすごいですね、本当に。それまでは近藤真彦の真似とかしてたんですよだからこのコメディアンから、ね、俳優にっていうすごい。あと小森和子さんという映画評論家の女性がいましてですね、はいはいはい、うん、小森のおばちゃまって言われてたんですけど、うん、はい、小森のおばちゃまよとかそういう真似をしてた芸人さんだったんですよ、片岡鶴太郎さん。
それがまた なんというか、あの映画からどんどんスピリチュアルな方向に変わってって、ね、今やちょっとヨガのイメージもかなり強いから、そうですね、うん、ねえ、若い時の片岡さん、大変なことになって、片岡さんよくなかったんじゃねえかあの映画と思いますいや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 、いろんなね人に影響を与えた、ね、うん、映画でした、はい、いやいや、ということで、はい、偉人たちは劇場公開中です。そして、はい、今日は町山さん何でしょうか、はい、今日もね、もうすぐ5月3日から公開になる、ポーランド映画で、人間の境界という映画を紹介します、はい、はい。これね、人間の境界っていうタイトルは一体なんだそれと思うんですけど、はい、これ元のタイトルは、グリーンボーダーというタイトルなんですよ、はい、緑の国境線という意味なんですね、うん、はい、これね、ポーランドという国が東ヨーロッパにありますが、その、右側、右って言うとダメだな、東側に、はいはい、ベラルーシという国があるんですね、うんうんうん、でその間にある境界、国境が、国境線に何もなくて、こう森だけがあるんですよ、うんうん、で森の中に有刺鉄線がちょっとあるぐらいで簡単に国境を越えられるんですけども、うん、これを意味してるんですね、この映画のタイトルは、うん、はい、でこれね、2021年に実際にあった事件を元にした映画が人間の境界なんですけど、はい、2021年にベラルーシ絡みで一つ日本絡みの事件があったのって覚えてます？すいません、私ちょっとパッと全く出てこなく、東京オリンピックで、はい、ベラルーシ あの女性の陸上選手が、はい、ベラルーシに帰るのを嫌、ありましたね、ありましたね、はいはい、そう、はいはいはい、クリスティナ妻のウスカヤさんが、はいはい、それでまあ羽田 それでベラルーシの政府が無理やり強制的にベラルーシに返そうとしてね、はいはいはい、でまあいろいろあってポーランドに亡命するっていう形になったんですけど、うんうんうん、あのルカシェンコ大統領という人がベラルーシにいて、はい、まあとにかくなんというかろくでもない親父なんですよこの人が、うん、で独裁政権をやっていまして、はい、大変な問題があったのがこの2021年なんですね、うんうん、でまあ、ルカシェンコってどういう人かというと、まあ、ヒトラーを尊敬している人なんで、あ、ヒトラーとプーチンを尊敬している人ですよ、いやいや、2人も尊敬してます、すごく分かりやすいですね、はい、トリプルです、うん、はい、3倍マンみたいな人なんですよ、うんうん、すごく分かりやすい人ですね、はい、はい、スケベです、はい、はで、まあ、そういう人なので、はい、でも酒はやらないんですけどね、うん、それはどうでもいいですが、うん、はいはい、でこの人があの要するにポーランドと揉めたんですよ、その時隣の国の、はい、で、まあ、ポーランドとベラルーシってのは歴史的に、まあ、互いに侵略され合ったりしている国ではあるんですけども、うん、まあ、ベラルーシがですね、はい、まあ、ポーランドの飛行機を無理やりそのジェット戦闘機で強制着陸させるってことをやりまして、うん、でそれはどうしてかっていうと、はいはい、その飛行機にベラルーシのルカシェンコに反対する、まあ、反政府運動家が乗ってたということで、うんうん、それでポーランド国籍の飛行機を、まあ、ジェット機で強制着陸するってことをやって、それでまたあのポーランドに、まあ、亡命する人を受け入れたりポーランドがしたんでね、うんうん、ベラルーシとポーランドの間がものすごく、まあ、関係性が悪くなってったんですよ、うん、で、ポーランドは EU あのヨーロッパ共同体に入ってますんで、はい、で、ベラルーシに対して、まあ、政治的な制裁をしたんですね、うんうん、まあ、要するに、まあ、国交をしないとか、はい、経済的な封鎖をするとか、うんうん、そしたらそれに対してベラルーシのルカシェンコ大統領がやったのがですね、はい、難民攻撃というのをやったんですよ、うん、これどういうのかというと、うん、トルコとか、イラクにいるその、クルド系の人たちがいっぱいいますね、クルド人難民の人たちが、はいはいはい、それとか、まあ、アフガンから逃げてきた難民の人とか、はい、シリアから来た人とか、うん、その難民キャンプの人たちをベラルーシが国営旅行会社の飛行機で無理やりベラルーシに連れてきて、無理やりってわけでもなくて、あのヨーロッパに難民できますよ、難民受け入れやってきますよって嘘をついてですね、うん、飛行機に乗って連れてくんですよ、うん、でこの、映画人間の境界って映画、その飛行機の中から始まるんですね、うんうん、まあ、難民の一家がいて、特に主人公はバシールさんというお父さんとその、3人の子供と奥さんの、まあ、5人家族がいてですね、はい、これからベラルーシの人たちがベラルーシに連れてってくれて、ポーランドに入れてくれて、私たちはヨーロッパの難民になれ、ヨーロッパで難民として受け入れられるよとか言って、よかったねとか言ってるんですね、うんうん、はい、
でベラルーシに行くとベラルーシの国境警備隊が彼ら難民を、まあ、何万人規模だったらしいんですけども、うん、それをポーランドとかリトアニアとかラトビアとかのベラルーシと国境を接している国の国境に連れてって、その境界国境から無理やり流し込むんですよ、難民を。であとはほっとくんですね。全然聞いていたことと違いますよ ね、 ね違うんです。ポーランドもリトアニアもその受け入れをやってないのにもかかわらず、あの何千人何万人規模の難民を送り込んだんですよ。あら、だから難民を一種の兵器として使ったんですね、ベラルーシは。すごい話でね。それでポーランドの方は一応 EU 諸国だから難民受け入れをやってるっていう形は取ってるんですよ。はいはい。ところがポーランド の、 その国境地帯の、まあ森があるわけですけど、うんうんうん、その森を完全に立ち入り禁止にして民間人が一切入れないようにしたんですね、ポーランド軍は。はいはい。で密かに国境警備隊をそこに配備して、入ってきたベラルーシから入ってきた難民をベラルーシにまた強制送還するということを密かにしてたそうです。要するに表向きにはあんまり知られたくないことだから、難民を受け入れなかったってことは、はいはい、隠してたんですね、人が入れないように。またひどい話ですね。はい。でもポーランド側も、はい、どうぞ。ポーランド側もそんな数突然来るって思ってないからみたいな部分もあるんですか。そうです。普段はそれなりに受け入れているんですかね。はい、それもあるんですが、はい、ポーランドにはすごく今その保守的な反難民勢力が、強い、まあ、なんか政党があるんですよ。でその政党が一時その大統領選に勝ってしまって政権を取ったこともあるぐらいなんですよ。右派ポピュリスト政権ですね、日本にもいますが、あえて政党名は出しませんが、みんなわかると思いますけれども、はい、そういう政党がいるわけですね。でそれが非常に強いから、あんまり移民難民を受け入れたくないわけですよ、政府としても、うんうんうん、であんまり揉め事がないようにってことで密かに軍隊を使って、まあ、送り返すんですが、この映画3人主人公がいて、はい、3人というか3グループの主人公がいて、1つはそのバシールさん一家 で、うん、はい、でもう1つはその国境警備隊の若者なんですね、うんうん、で彼はすごく優しい人で、その難民にもその同情心があるんですけど、お金がないんで、うん、奥さんがその妊娠して子供ができるんでね、うん、でその非常に、まあ、非常な仕事をするわけですよ、うん、で難民の人たち子供、本当ちっちゃい子とかいて赤ちゃんとかいるんですよ、うん、でご飯食べられないし、その、もう足とかもずっと歩いてきてボロボロで裸足になっちゃって、靴の底がなくなっちゃって、はい、でボロボロの難民をまたその有刺鉄線の境界線を越えてベラルーシに送り出すと、うん、ベラルーシがまたポーランドに送り返すんですよ。わー、ずっとこの行ったり来たりをさせられるんですね。行ったり来たりさせられるんです、そのバシール一家が、はい、でまあその中で子供たちも死んでいくんですよね、うん、で3人の主人公がいるって言ったんだけど、3つ目の主人公は、はい、そういったことを全然知らなかった、うん、そのまあ立ち入り禁止区域のギリギリのところに住んでた、精神科医の女性なんですね。うん、ある日なんか音が庭の方で聞こえるからなんだろうと思って行ったら、その難民の人がその立ち入り禁止区域を越えてそこまで来たんだけど、そこで力尽きて、まあ、死にそうになってるんですよ。で、助けるんですけど、一人の子供は死んじゃうんですね。はい、うん、で、もう一人の、あのアフガンから逃げてきた女性は病院に、なんとか送り込むんですけど、病院で治療を受けている最中にそのポーランドの国境警備隊が入り込んで、そいつはその不法移民だから、あのベラルーシに送り返すからつって病院から連れてっちゃうんですよ。でそれを見たその女性が、これはおかしなことが起こっているということで、その難民救済グループに入って、はい、その立ち入り禁止区域に密かに入ってですね、難民を助けようとするんですね。うん、でもうボロボロの人たちがいるわけですよ、もう大怪我したり、はい、で治療とかはするんですけど、それ水あげたり食べ物あげたりとかお金あげたりはするんですけど、それ以上はできないんですよ。うん、っていうのは彼らをその救って、その難民として、その立ち入り禁止区域を越えて、救済すると人身売買になるって言われるんですよ。
なんでって思っちゃうけど、うん、これねヒューマントラフィックそうっていう罪で、アメリカとかヨーロッパはねそうやって人を運んじゃいけないことになってるんですよ。はー、国境を越えては、国境を越えるのに加担してはいけないんですよ。あ、そもそも騙して連れてきてんじゃんって思っちゃいますけどね。そうですよね、うん、場合が違うって思うような気がしますけど。そうなんですけどね、うん、で国境の、まあ、突破に加担したことになるんで、うん、それができないと。だからもう助けることができなくて、まあ、どうしようってことになるというね、はい、話で、これ実は監督がですね、はい、この人はあのポーランドの監督で、これねすごいのポーランド政府がお金出してるんですよ。なんかこれ、ね、その中で頑張っている人がいるのかって感じがしますよね、うん、いやこれはね、あのヨーロッパの映画はほとんどはそうなんですけれども、はい、あの前も紹介した、落下のなんだっけ解剖学、落下の解剖学、はいはい、うん、ああいうのみんなねフランス政府がお金出したりしてて、でヨーロッパの多くの政府、ほとんどの政府はあの、まあ、東ヨーロッパじゃなくて、まあ、EU に入ってる国の、映画はですね全部国がお金出して作ってて、映画の内容に一切タッチしないことになってます。へー、そうなんですね。そう、もちろん作った後これはその国に対して反抗的な映画だってことで嫌がらせしたりとか上映禁止にしたりはするんですけれども、一応建前としては映画の内容には一切口を出さないと、でもお金だけは出すということになってて、今是枝監督とかが日本政府とやろうとしていることはこれなんですよ。あ、そうなんですか。うんうんうん、今是枝監督とあとゴジラの、はい、監督山崎隆監督が、日本政府もヨーロッパの諸国のように映画の内容にタッチしないで制作費を出せっていうことで働きかけてるんですけど、政府に、はいはい、今日本政府はそういうことしないのでね、そうですね、まあいろいろ難しいことになってるんですけど、この映画は一応ポーランドに対しては非常に批判的な映画にもかかわらず、ポーランド政府はお金を出してますね。うん、はい、で、これね監督がですね、はい、ずっとそのポーランドで映画を撮り続けてる女性監督なんですけれども、うん、この人この前に撮った映画がですね、はい、ナチスにポーランドが占領された時に、そこにいたユダヤ系の人たちを、地下水道に かくまって、うん、救済したという、実際にあった事件を、元にした映画を撮った人で、うん、今回も視点的にはそれと同じなんですね。うん、あの要するに助ける人たちの物語になってるんですよ。はい、はい、で、この映画がねすごくなんていうか面白いところは、その助けない人たち、国境警備隊の人たちの物語もちゃんとあるんです。はで彼らはこれはやってることはひどいことだなと思いながらも、政府の仕事だし自分のまあ生活だしってことでやらざるを得ないと、うんうん、いうことでその泣いてる子供とかを捕まえて、うん、そのね、ポーランドのとベラルーシの国境の有刺鉄線から放り投げたりするわけですよ。はあ、自分も子供がねこれから生まれるっていう時に、うん、そうなんですよ、うん、だからねあの一方的な映画にはなってなくて、うん、でまたそのまあ、助ける側の方もですね、あの若い学生さんたちがいるんですけども、はい、運動家のそれがなんか非常にデタラメだったりするところもリアルなんですね。あの酒飲んでセックスして遊びながらなんかやっててね、はいはい、そういうところも、ね、非常にリアルで、すごく取材して実際にその、救済する人たちと生活したりしながらこの映画を作ってたみたいなんですけれども、はい、で、あ、この監督はね、アグネシカ・ホランドさんという人で、はい、さっき言った、ナチの時代にユダヤ人の人たちを地下水道にかくまってた人の映画というのは、ソハの地下水道という映画ですね、うんうん、2012年の映画ですけれども、はい、はい、でね、この映画ねポーランドにとっては非常に難しい映画で、はい、さっき言ったみたいにその右派政党の法と正義という保守系の政党が、はい、カチンスキー大統領を2005年から2007年までですね大統領にしたぐらいの、うん、首相にした一緒ですけども、はい、にしたぐらいのですね、反移民がすごく今あのポーランド内部で広がっていて、うん、で、なんていうか最近では LGBT を一切認めない法律を作ったりね、すごい今保守化してるんですよポーランドは、はいはい、
でこのね、でもね、難民を送り込むというね、うん、このベラルーシのひどい作戦というのは、はい、アメリカが真似しました。うわこれね、2023年にテキサス州っていう、あのメキシコとの国境にある州のアボットという、はいはいはい、まあ、非常に保守的な州知事がいまして、はい、その人がテキサス州に、あの、難民が入ってくるんで、そのグアテマラとかベネズエラのね、でその人たちに、難民として、受け入れてあげるって嘘をついてバスとか飛行機に乗せて、ニューヨークとかですね、そのまあなんていうか、まあ民主党が政権を取っている、町や州にその難民爆弾を送り込んでるんですよ。でお前ら難民を受け入れろとか言ってるけど、お前のところの難民来ないじゃないかと、うちの州は難民がいっぱい来るんだから、その難民欲しいんだったらくれてやるって言って大量にバスで送り込んでるんですよ。これはベラルーシのルカシェンコの真似をしてるんですけど、なんか人間に対してすることじゃないですよね。そうそうなんですよ、人を何だと思ってるんだっていうね。だこの映画の中でね、セリフでね、これからの戦争はハイブリッドになるっていうセリフが出てきて、何の説明もないんで何だか分かんないんですけど、はい、これはね、昔の戦争ってのは正規軍が宣戦布告をして戦争を始めたんですね、うんうんうん、で今は難民を送り込んだりサイバー攻撃をしたりね、ゴミを捨てたりとか、はい、ありとあらゆるその手法が使われることをハイブリッド戦争っていうらしいんですよ、うんうん、でこんな嫌な時代になってて、うん、いろいろあれなんですが、このルカシェンコの、はい、その難民爆弾は終わってますすでに。はい、そうなんですね。どうして終わったかっていうと、ロシアがウクライナに攻め込んじゃったからなんですよ。ああ、いやなんか全然その解決してないですね。解決してないんですよ。もっとひどいことになっちゃったんですよ。でこのルカシェンコっていう人は実はそのプーチンのまあなんていうか番犬みたいな人なんですけど、はい、プーチンがウクライナ戦争に参加しろって言ったらそれは嫌なんですよ。一緒にウクライナに攻め込めって言われて、いやそれはちょっと勘弁してくださいっていうところがあるんで、急に距離を置いておとなしくなっちゃってるんですよ今。その辺もね、小ずるいとこでね笑っちゃうんですけど、いやまだ良くないことが良くないことで消えなくなったというね、困ったもんだというね話なんですけどね、はい、いやなんか難民受け入れやってんだからいっぱい送り込むぜみたいなやり方ってなんか すごい汚いですよね。なんかそう受け入れてる側とか州とか国も別にそういうことじゃないというか、そうね、そのちゃんと受け入れるための制度とか設備込みでやってますよってことなんだから、うん、なんかでもこういう論破の仕方みたいなのって最近すごい多いですよね。論破になってないんだけど、なんかこう奇弁がまかり通ってる、 その社会の中で政治の中でっていうのは、うん、本当になんかもう選挙に行かなきゃなっていうことを毎回思うんですけれど、うん、ちょっとこの映画を見て改めて考えようと思います、はい、ね、よくほな クルド人の問題になってて、今川口にクルド人の人たちが多くて追い出そうとしてる人たちがデモとかやってて、はい、でそれに対してなんかまあ言うと、お前らもクルド人来たら嫌だろうみたいなこと言うんですね。そういう言い方をするんですけど、この人間の教会っていう映画にはそういうことに対して戦う、その難民爆弾に対して、うん、その難民を兵器として使わない、使えなくするための、うん、まあ、なんていうか方法がですね、最後に示されます。はい。はい。そこは非常に希望があるシーンになってるんで、うんうん、はい、まあ、それがですね、こういう、まあ、人を人とも思わない奴らの、うんうん、作戦に対して戦う手段なので、うん、まあ、この人間の教会の最後のところを見ていただきたいなと思いますね。はい、はい、今日は来週5月3日金曜日公開の映画人間の教会をご紹介いただきました。町山さん、そしてですね、以前ご紹介いただいたアカデミー賞で長編ドキュメンタリー賞を受賞したマリウポリの20日間が、こちらも今週26日金曜日より全国公開スタートしたということで、はい、うん、ぜひ合わせてご覧ください。はい、これはあのウクライナにあのロシアが攻め込んだ最初の20日間をあのそこに残ったカメラマンが撮った映画でアカデミー賞を撮ったんですけれども、まあ、この監督はアカデミー賞を撮った時に、私はこんな映画でアカデミー賞を撮りたくなかったって言ったですね、はい、ね、そうですね、本当にもうこれはあのロシア軍があのウクライナのね産婦人科を攻撃するシーンが映ってる、とんでもない内容のドキュメンタリーなんですけども、
まあ、あれもねロシアはそんなことしてないよとか言って、うん、ウクライナの嘘だよって言ってますけど証拠ですからこの映画が、はいはい、ぜひ見ていただきたいと思います。はい、町山さん今日もありがとうございました。はい、どうもでした。以上アメリカ流れ物でした。